はいみなさんこんにちはマクガイバーの小部屋へようこそ本日のテーマは映画ですご紹介する作品は1966年のイギリスアメリカ合作によるサラバ・ベルリンの日そしてご紹介する品物はこちらこちらはですね当時劇場で配られていたチラシになります では、まずこのチラシの方からね、ご紹介したいと思います。あ、一つその前にですね、えー、説明の後で、中でね、えー、お伝えしていきますが、実はこの作品ですね、出演している方、まあ2名ですね。この2名の方がですね、実は後年、スター・ウォーズである役で出演されています。またね、それをご紹介したいと思います。 ね、映画好きの方はご存知かと思いますけどもねはいえー、とですねまずこのチラシの形状からなんですけどもこれはまあシングルレコードと同じサイズですねジャケットサイズというやつですねでこれはね見ていただくとわかりますよね45回転という印刷もあって370円という印刷もありますねえー、チラシにこんな 値段がつくことはありませんので、えー、これはですね、そもそもはチラシではないということですね。ところが、その当時、このチラシとして、レコードジャケットを流用したということですね。で、これをチラシとして、まあ、えー、認定するにはどうしてるかというと、ここなんですよね。2月25日、ロードショー、丸の内ピカデリーと書いてます。東京の丸の内で、えー、上映される際の紹介のチラシだったということですね。 もともとはレコードのジャケット。それを使い回ししてるということですね。当時こういうパターンが多かったですね。はい。で、えー、こちらですね。まあ、表紙ですかね。そして裏表紙ですね。はい。まあ当然曲の紹介が載ってるわけですね。そして見開きで、こういうふうに、ね、映画の解説が載っていると。まあ十分チラシとしてね、いうようなもんですね。はい。 はい、でですね、えー、まあ、この作品なんですけども、まあ,あの俺もね私が父から教えていただいたですねまあ作品ということになるんですけども、まあ、父自身もですねこの映画自体は当時は見ていなかったようですけども、えー、この曲が大変好きだったみたいで、レコードを持っていました。で作曲がジョンバリー、ー007のあのジョンバリーですね。そして このサラバ・ベルリンの日というね、もうタイトルが綺麗なタイトルですよね、えー。当時、映画としてはですね、言えばスパイノで、でも007のようにそういう派手さのない、まあ言えばこう、うーよりシリアス路線の映画だったんですね。でなので、その007ほどの大ヒットとはならなかったようなんですけども、ところがですね、この曲がすごくヒットしたと。えー、当時を知る人に話を聞くとですね、えー、銭湯ね、 お風呂屋さんに行くとですね、この当時、どこからともなく誰かがこの曲を口笛で吹くなんていう光景があったそうです。ねそれだけ売れたってことですよね。本当に綺麗な曲です。私もあの好きで、えー、いろいろ、いろんな人がジャズでもカバーされてるんで、よく聞きますけどもね。はい。で、えー、この、まずそうですね、お話としてはどんなものかというと、えー、戦後、 第二次世界大戦後、冷戦というのが行われ、アメリカとソ連が、まあ、冷たい戦争ですね、を行っていたで。その時、結局それぞれが情報を盗むために諜、まあ、報員というのが活躍、暗躍していた。まあ、そういう時代背景があった。で結果、007シリーズから始まってスパイ映画というのが全盛期を迎えるんですね。で、この作品はその中のいわばシリアス路線のスパイ映画ということです。話の設定としては、 えーまあ、ナチスですよねそのナチスは崩壊したんだけどもそのナチスをもう一度再興復興させようとする男団体のまあたちの壊滅救命壊滅を目的としたこのクイラー秘密諜報部員の活躍するスパイ映画ということですねはい。 で、えー、と監督はですね、マイケル・アンダーソンと言い,いまして、ここに貼ってますけども、いすかねはい、あの80日間世界一周とかね、デビッド・ニーブン、フランク・シナトラ、シャーリー・マクレーンとかね、ペペとかね、それからアシアからの飛行というのは、えー、1950年の朝鮮戦争時代を描いた、まあ、お話で、アシアというのは福岡県にある地名ですね、えー、そこから出,出動ですか、する。 アメリカの救難救助隊の活躍を描いたお話ですね。うんユルブリンナー、リチャードビドマーク、ジョージチャッキリスでしたかね。はい。そしてですね、まあ、この人があークイラーというね主人公を演じたジョージシーガルです。まあ、この人はですね、本当に何かどの映画に出ても漂々とした、まあ言えばどこにでもいる人みたいなのを描くのが上手な人です。本当にこう自然なんですね。はい。 であの、ゴールデングローブ賞とかね、アカデミーも確かノミネートされたりとかいう本当に活躍された方ですね。で、えっと、うん、作品では例えばレマゲン撤去とか、あと私好きなのはシェフとのご用心とかね、えー、まあそういった作品に出て活躍されてる方ですね。そして謎の男、ね、オクトーバーと言いますが、マックス・フォン・シドさんが演じてます。この人が、 後年スターーウォーズに出演してますねどのシーンか、どの映画かと言いますと、エピソード7、フォースの覚醒で、一番最初に出てくる探検家の役ですね。出演時間は短かったですけども、印象的な役でした。はい。ね。そして、まあ、こういうね、もうボロボロになってるというか、クイラーがね。はい。で、まあ、格闘シーンもあり、そして、こう一点、出てくるセンターバーガーという女優さんですね。この方も綺麗な方で、この当時、すごく、 人気でたくさんの映画に出演されました。ダンディー・佐とか、えから、うーんと、ナポリと女と泥棒たちとか、えから、ナポレオンソロにも出ましたね。はい。そしてですね、写真がないんですけども、こちら、アレック・ギネスという名前がありますね。アレック・ギネスさん、名前で分かりますかこの人もスター・ウォーズ関係者です。もう、大切な役を演じましたね。 旧、えー、三部作で、まあエピソードだから4になりますね。ねオビワンケノービーを演じたあの方が、ポールという、まあ、ポールと書いてますが、えー、秘密情報部員を演じてます。ね。はい。あの、ベンケノービーですね。というふうに、まあ、スター・スターウォーズが絡んでるんですよね。そして、あとはあのー、この、 ジョン・バリーさんの曲,曲でですね、そ主題歌があるんですね。同じこのサラ・オ・ベルンの日という放題、えー、現代がウェンズデイ・ y ャイルドと言いますが、これを歌ってるのがあの、ロシアより愛を込めてで、主題歌を歌ったマット・モンローさんが歌っています。これがまたすごく綺麗な歌なんです。もう同じ曲なんですけどもね、それに歌詞をつけてと。私もそれを父とね、レコードを探して見つけた時は嬉しくてね、 本当に何度も何度も,もう今でも聞いていますけどもはいというねぜひね聞いていただきたいと思いますあの主題歌がですねえーこういうシーンでかかるのっていうねちょっと珍しいかかり方をしますのでそのあたりもね注目していただければいいかと思います DVD 発売されてますんであの今視聴すること可能だと思いますんでねぜひご覧になってみてくださいはいということでですね、えー、本日はですね えー、1966年のイギリス、アメリカの合作映画、サラバ・ベルリンの日のご紹介、そして、えー、その劇場公開に際して配られました、えー、チラシのご紹介でした。はい、えー。本日もご視聴ありがとうございました、えー。この動画がよろしければグッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴していただけましたら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。